遺体で見つかったのは東京都八王子市の17歳の男子高校生です。下田海上保安部などによりますと、昨日午後3時半過ぎ、下田市の白浜中央海岸で男子高校生の母親から息子が溺れたと消防に通報がありました。高校生は家族4人で下田市に来ていたということです。下田海上保安部と消防が今朝から捜索活動を再開し、午前8時ごろに海岸からおよそ160メートル離れた海中で高校生の遺体が発見されました。